唐突ではあるんですが、この舞台は壮大なストーリー、そしてド迫力の盾アクション、心揺さぶるダンス、そして胸を響かす音楽、熱い感情のぶつかり合い、そういった魅力は一切ございません。何があるかというと、もっともっと本質的なものづくりの気持ちだとか、前に進むこのプロフェッショナルの塊、そういったものの化学反応、もっともっと根源的な、人間の、感情だとか生き様のぶつかり合いっていうものが、これを舞台の裏側、バクステですねっていうところで、見られる、そんな役者魂、スタッフ魂をぶつけ合えるような作品となっております。そのバクステサードステージで、制作役、制作の、上坂昇という役を、させていただきます。本当にね、制作さんというのは役者だったりスタッフさんというものをしっかり支えていただいて、本当にね、制作さんがいるからうまく回っていると言っても過言じゃないくらいの役どころというか、役職なので、しっかりとね、舞台上でもそういった役目を務められるように頑張りたいと思います。どうぞ劇場でお待ちしております。